先生、質問です。カチンの森事件について教えてください。これは第二次世界大戦の時ポーランドで起こった悲劇を指します。ポーランドという国はナチスドイツとソ連によって同時に侵攻されました。そしてポーランドという国は地上から消滅することになりました。その際ソ連の兵隊たちがポーランドの将校たちをカチンの森で虐殺しました。将校というのは一人を育てるのに莫大なですね、費用と、時間がかかります。軍隊の中の指導者をですね一掃することによってポーランドの弱体化を図りました。しかし、それを戦後全てナチスドイツがやったんだと言ってナチスドイツの責任に転嫁しました。そして多くの世界はこれを騙されてきました。このカチンの森事件が実際にはソ連が行ったという事実が知られたのはソ連崩壊後のことでした。